ドンとし、キャロッチさ、鷹野さんを怒らせたい見てるだろ。ずんだ餅はうっさいのだ。今日はたまにコメントで聞かれる、このようなアニメ調のイラストを生成できるモデル、ベニーローラーアニメミックスをご紹介しますね。こんな感じのイラストを簡単に生成できる、我々の一押しのモデルですよ。シビット AI でダウンロードできるので、概要欄にリンクを載せておきますね。シビット AI といえば姉様、私よく日本語のまま検索をかけてしまうのですが、予測変換がこんな風になってしまって、あらぬ誤解が生じてますよ。しびったいですか？これは確かにあらぬ誤解が生じてしまいそうですね。母様、キャロは元気に過ごしてますよ。はい、では早速このモデルを使っていろいろなキャラを生成していってみましょう。最初は魔女の宅急便です。これは宮崎駿監督が角野栄子さんの児童文学をもとに1983年にアニメ映画化した作品とのことです。主人公の魔女のキキが13歳になると独り立ちするしきたりに従い、満月の夜に新たな住処を探して黒猫のジジと旅立つ物語です。猫のくせに喋りますよ。海の見える街を見つけて、そこで様々な人々に出会い、少女が成長していく素晴らしい作品ですよ。文庫本で番外編的なストーリーがいろいろ出てるみたいですね。我々はその道の素人なので読んだことないですよ。次は無職転生のロキシー先生です。このアニメはロキシー先生が主人公ですよね。異論は認めませんよ。原作は2015年で完結しているみたいですが、様々な媒体でメディアミックスされている作品です。いつも通りな展開で異世界転生を果たした無職の引きこもりニートのおじさんが、赤ん坊のルーデンス・グレイラットとして剣と魔法の世界を生き抜く物語ですよ。魔法の家庭教師として雇われたロキシー先生のおパンツを五章大事にお守り代わりとするルーデウスの物語でもあります。どんな物語だよそれ。次は春に放送予定みたいですね。続いては最近スクエニから発売され、クオリティに問題ありで炎上中の大の大冒険からマームさん風イラストを生成してみますね。ちょっと前にテレビアニメもやってましたよね。まだやってたらごめんなさいね。このアニメは噂によるとポップくんが主人公みたいですよ。軟弱で腰抜け魔法使いのポップが最強の魔法使いになる物語ですね。本当かそれ。まとめサイト見て適当なこと言ってるんじゃないのか。ふっふっ、甘いですよずんだ餅。我々はちゃんと読みましたよ。じゃあ次はダンマチこと、ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうかから、ユウさんとアイズさん風イラストを生成してみましょう。これは私結構ハマってましたね。ネトフリで見てたのですが、最初見た時なんかロリガミみたいなヘスティア様にドン引きしながら見てましたよ。あはは、可愛いんですけどね。あと例の紐っていうアイテムが有名かもですね。いろいろと外伝的なストーリーもアニメ化されていて、見応えのあるボリュームとなっているので、興味のある方は見てみてくださいね。エルフのリュウさんのストーリーを見てリュウさんのファンになりました。アイズさんもバチクソ強くてかっこいいですよ。アニメキャラを作りたいときはこのチェックポイントを使用して生成すると、作品にもよりますがいい感じに仕上がることが多いので、興味のある方は使ってみてくださいね。では先ほどのアニメ調に持っていけるローラも合わせて紹介しますね。この手のローラはいろいろありますが、私たちの使っているローラはこちらのアニメスクリーンキャップ V3 オフセットですよ。このローラを適用するとさっきのチェックポイントのようにアニメ調になっていきますよ。お気に入りのモデルを使用してアニメ調にしたい場合とかはこのローラをいい感じの割合で混ぜ混ぜしています。先ほどと同じような条件でモデルを変えてアイズさんを生成してみましょう。はじめにカウンターフェイト系のチェックポイントで生成するとこのような感じになります。カウンターフェイトっぽい淡い感じのイラストになりましたね。これにアニメスクリーンキャップ V3 オフセットをウェイト別に適用してみましょう。今回の条件だとウェイト1でもあまり破綻しているようには見えませんね。そうですね。とりあえずウェイト 0.85 で生成してみましょう。アニメ調とイラスト調のアイノコっぽい感じになりますかね。個人的にはいつもウェイトは 0.3 あたりでこっそり混ぜたりしてます。次は私たちの大好きなメイナ系モデルに適用してみましょうか。まずは適用なしの生成結果です。はいはい、
メーナ系はこうなりますよね。可愛いんですが、ずっとメーナ系使ってるんで、新しい風を吹かせたいですね。では同様に段階的に適用してみましょう。ほうほう、ウエイトは 0.7 前後がいい感じの混ざり具合ですね。1まで行くと今回の条件だときっついですね。きっついです。じゃあ 0.7 で生成してみましょう。いいですね、我々の好みの画風になってきましたね。もう少しアニメ調よりでもいいかもですね。この状態に以前アップした線を細くするローラとフラットにするローラを混ぜ込んで生成するのが最近までのお気に入りです。アニメっ子なのでこんな感じのイラストが好きなんですよね。エンカートニーのようなモデルだとこのローラを適用してもあまり変化がないようですね。このモデルはもともと独特の良さがあるからアニメ調にしたらもったいないですよ。たまに使うモデルなんですが、 AW ペインティングでも生成してみましょうか。アニメローラ非適用でまずは生成してみましょう。このモデルはなんて言うんでしょうかね、立体的な感じで生成してくれるモデルですよ。そうそう、手とか剣が変な画像は未修正なので突っ込んじゃダメですよ。細かいこと気にする男はモテないですよ。このモデルに使うときは 0.3 以下が多いのですが、違いがわかるように今回は 0.7 でいきましょうか。おやおや、なんかいつもと違う気がしますよ。濃ゆい感じですね。濃ゆい濃ゆい。あ、これはボールドラインで線を細くするの忘れてますね。少し男臭いアニメ調になってますね。これはこれで好きですよ。今日はアニメ調にできるモデルとローラを紹介しました。興味のある方はぜひ使ってみてくださいね。そういえば GPT のダリー3でイラストを生成してくれるようになってたから、オイラもアイズさんを作ってもらうのだ。よし、 GPT に命令するのだ。はあ、おいずんだもち、アイズさんをアイスさんって入力してるのだ。失礼極まりないやつなのだ。しかもずんだもちとだんまちのアイスさんをモチーフに生成し始めちゃいましたよ。はあはあはあ。ダリー3でいろいろ生成してみました。